ふぶは漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では170番目に置かれる。源の字となったには積み重なったものの意味があり、さらに古い大字で、など、元は大きな崖山の上に大きな岩が積み重なっている様子を表した。ここから大きいという意味となり、岡字は小高い土山、丘陵、岡を意味し、い字に、 がある。説問開示によると、大きな陸で山に石がないものといい、その象形とする。また、海底の形にかたどるといった説もある。なお、山地を表す字の一つで、類義字が多いが小さい方から、丘、丘、両、あの順とされる。また、山は、説問開示に石はべりて濃いものとあり、山は、岩山、丘は、 土山という違いとされる。なお、竹は、額の艦隊であり、成り立ちが異なる。天書の字型では、このように左側の縦角に、小字型が3つ付いた形であり、霊書に至って、最下の個形が貫く横角に変形し、会書ではこれを十字とするようになった。変貌の意図としては、土山や丘陵といった、地形、通行の障害、昇降、 皇帝などに関することを示す。この時左側の辺の位置に置かれるが、会所では、から二つのこの字を崩し、最後の横角を省略して、のように変形している。これは、U 部の変貌と同型である。F 部は、このような IF を構成要素に持つ漢字を収める。ただし、隣字の IF は U であり、もともと隣と書かれていたものが、買ったものである。 ありがとうございます。